はい、皆さんこんにちは。 DJ のアコースティックギター講座です。今回のギター講座はですね、これです。エルヴィスから新たに発売されましたマスターミニ10、マスターミニ10ですね。はい、このギターのレビューをしたいと思います。はい、先日レビューしましたマスターミニ20、これとはちょっと違いましてですね、カッタウェイのないタイプなんですね。はい、で全体的にオールマホガニーの合板ボディでできております。はい、全部マホガニーですね。いい感じの色合いですよね。はい、こういう感じの色です。はい、ちょっと音から聞いていただきましょう。はい、アルペジオの方もいきますね。してますよね。バランスがすごくいいです。はい、このミニギターっていうとだいたい34インチ程度のものが多いですね。どうしてもミニギター的な音っていうのが、出るんですけども、これエルヴィスのは36インチ、これこだわりがあるようでして、どうしても本格的なギターの音をバランスよく出すためには34インチではちょっときついところがあって、36インチにしたということなんですけども、その辺のこだわり、この音で聞いていただくと分かると思うんですけど、しっかりと低音も出るんですよね。でバランスがすごくいいです。ボディが大きいギターですね。マーチンでいうところの D シリーズですね。 D の28とかになると、ボディがドーンと大きいですので、低音がズドーンと出るんですよね。チャーチリック奏法、低音を拾う奏法にはいいんですが、普通のストロークなんかで弾いてしまいますと低音成分がわーっと出る、ちょっと邪魔になる感じですよね。レコーディングでもそのあたりの周波数はカットする感じになるんですが、このギターはそのままでバランスよくすごくいい感じに出てます。ミニギター、トラベルギターにしておくのはもったいないですね。もう普通のギターとして扱っていただければいいと思います。で、サイズがですね、36インチと小さいんですね。小ぶりということはですよ、持ち運びも楽。はい、小さいですからね。はい、それと部屋に置いといても、収納楽ですよね。コンパクトに置いておけるということですね。それから女性、お子さん、体の小さな方も抱えやすいと思います。大きいギターになるとこういう感じですよね。このギターの場合はそこまでこうする必要がなく普通に抱えられますね。ちょうどいい感じだと思います。まあ何よりいいのが手軽に持ち運べますよね。手軽に持ち運べるミニギター、トラベルギター、ライブに持っていくと物足りないっていう時があるんですが、これはですね、持って行ってもライブで全然ガシガシ使っていただける、スタジオなんかでもバシバシ弾いて楽しんでいただけるギターだと思います。本当にバランスが、今聞いていただいたと思うんですけど、音のバランスが非常にいいですね。
でこのマホガニーの色合いも何とも言えないいい感じですよね。合板なんですけども引き込めばまたそれでもなってくるという楽しみもあると思います。それではちょっとスペックを他の部分見ていきましょう。バインディング、これ別光柄の、バインディングが入っております。周りの縁取りですね、これがまたいい味わいを持ってると思います。ここも全部同じ別光柄ですね。はい。でフィンガーボード、これですね、ローズウッド、ブリッジもローズウッドだと思います。この木目ですと同じですね。はい。それからナットとサドル、これ牛骨でできてあります。で牛骨ですが、これ見てください。ちょっとアップにしてみましょうか。はい、アップで映ってますか、この画面に映ってますでしょうか。各弦ごとに微妙に角度をつけてあって、牛骨でこの細工するのなかなか大変だと思うんですが、これによって、それぞれのピッチが安定するということになります。はい、高いあたり弾いても、はい、柔らかい音ですね。マホガニー独特のこの中域の甘い音、はい。それから作りがですね、ものすごくいいんですよ。この値段ではありえないぐらい作りがいいと思います。はい、びっくりすると思います。この値段でこの仕上がりというのはなかなかないと思いますよ。はい、すごくいい感じになってますね。でアジャスタブルトラスロッド、ここに入ってまして、はい、これ調整する用の六角レンチも付属してます。でストラップピン、ここに1個とエンドに1個ついてますね。はい。それから何よりこのこだわってるところ、ダイヤモンドボルート加工といいまして、ここの部分にパコッと飛び出してる部分ありますよね。はい。これまあ何かと言いますと補強なんですね。このネックからガーンってギターを万が一落とした時にここからボキッて折れる、いう風の事故もあるんですが、これをあることによって頑丈にもなりますし、この手間、その手間そこまでかけるかなっていうぐらい、この楽器作りの情熱を感じる、そういうものだと思います。まあ有名なところではマーチの D28 とかにこれついてますよね。はい、そういうこういう部分が、こだわりとしてついてます。はい。このギターにおまけ、またたくさんついてまして、そのおまけを紹介したいと思います。はい。まずはソフトケース、これ付属でついてます。はい、スポンジがしっかりと入ってますのでガードしてもらえる、いいケースですね。でこの、はい、チャックも滑らかに動きますね。でギターの場合重要なところはこれですね。はい、これ背中に背負えるというのが歩いたりする時もすごく助かります。譜面 A4 サイズ入りますんで、このポケットですね、これも便利だと思います。で、このストラップですね、背中に背負っていただいて、持ち運びがいけます。でただ空いてる電車だったらそのまま背中に背負っててもいいんですが、ちょっと混んでる電車に乗った時に背中に背負ってると邪魔になります。そういう場合はこのまま、前にこう抱える感じで片方だけ肩に通します。はい、片方だけでいいですよ、両側通さないです。片方だけ通してこうやって抱えます。はい、自分のお腹の方に抱えてください。そうするとこれはどうですか、はい、いい感じに自分の体とフィットして他の方の邪魔にならないように持ち運びますので、そのようにやってみてください。はい、その他のおまけも紹介していきましょう。これですね、これ台紙から外すと、透明のピックガードになりまして、木目を邪魔せずに、ピックの傷からギターを守ることができます。それから電池付きのチューナー、これ電池が入ってるの重要ですよね。はい、それからストラップですね。ギターはこうウクレレのようにこう持って弾くのは重たすぎてギターはできません。ストラップをかけてください。片方をですねヘッドのところに結んで使うことができます。はい、2way でヘッドの部分とストラップピンと両方どちらでも使いやすい方にかけていただける仕様になっています。
チカルピックがおまけでここにも入ってますね。はい、それからギターベーシックコードチャート、はい、これ基本的なコードがほとんど載ってます。ポップス弾くだけであればここのコードを見れば、弾けるというぐらいたくさんもう載ってますね。これだけあればほとんどの曲は弾けますので、コードブックとか別に買わなくても大丈夫かと思います。ちなみに裏返すとウクレレベーシックコードチャートになってまして、はい、両方がついてます。はい、それから、はい、これすごいんですよ。保証書、3年保証がついてます。普通のギターでも新品で買って、1年保証というのがほとんどなんですけども、エルビスは3年の保証がついてます。3年間通常の使用してて何かあった場合は保証してくれるという保証書、大事に置いておいてくださいね。それからクロスですね。これはボディを拭いたり、汚れた時に拭いたりとかですね、引いた後弦に汗ついてたりするのを軽く拭き上げる用の布。これもついてます。それからここにも、ピックが1個入ってますね。はい、この中にですね、わからないことなど、質問受け付ける LINE、 ここに QR コードが入ってるんですが、そういうのも付属してます。それからこれですね、先ほど言いましたトラスロッド、アジャスタブルトラスロッドを動かすための六角レンチで、なんとこれですね、新しくギターに付くようになりました。エルビスギター初心者入門ガイドということでですね、ギターの構え方、ストラップの付け方、ピックの持ち方、チューニングの仕方、それから弦交換の仕方、もう何でも載ってますね。ネックの反り調整、これ先ほど言いましたトラスロッドの調整の仕方、書いてあります。トラスロッドっていうのはそもそもあの弦の張りとネックの張りとこうバランスを取るためのものなんですね。ネックが若干反ってきたと思ったらこのトラスロッドを回して、バランスを取るという風なもの、はい、これの調整の仕方も載ってます。ここにもコード表が載ってるんですけども、こちらの方は押さえ方の写真もついてますね。こういう風に押さえますっていう写真もついてますので、はい、これを見て勉強していただくといいと思います。それから、曲ですね。弾き語りの曲が入ってます。ひまわりの約束、隣のトトロ、少年時代、ロビンソン、海の声、名残雪などですね。これ弾き語りの、曲が何曲か入ってます。こういう教則本までついてますからね。はい、初めての方もすぐ、ギターを楽しむことができます。すごくですね、音量も大きいですし、バランスがいいです。ずっと弾いてたくなる音ですね。はい。これは素晴らしいギターだと思います。これがこの価格で本当にいいんでしょうか。BJ だったらこの2倍、3倍ぐらいの値段で売ってても、買うかなというぐらいの内容です。はい、このエルビスのこだわりが詰まった、エルビスマスターミニ10ですね。皆さんもいかがでしょう。いいと思います。はい、 BJ が自信を持って、おすすめしたいと思います。これから始める方ですね、はい、1本目のギターにもいいと思います。他のギター持ってる方、はい、新たなコレクションの一つに追加していただくとより楽しいギターライフを送れるかと思います。はい、ということで BJ のアコースティックギター講座、今回はエルビスのマスターミニ10、マスターミニ10ですね、こちらのレビューをお送りいたしました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。